Hello, everybody. Welcome to m a k m e a s channel.How have you been? 大家好。欢迎光临に。我是目一会。みなさん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。このチャンネルでは、カタカナ英語を脱却したい人、それから、英語に興味がある学生さん。学校の英語は忘れてしまったけど、やっぱり英語を話してみたい。 そんな英語に興味のある方、すべての人が楽しめるような番組を作っていきます。はい、今日はですね、初めての書斎でのあの撮影なんです。今日私のいる街はとっても天気がいいんですよ。えー、ですから、あのそのね、太陽光浴びながらやってね、録画していきたいと思います。はい、では早速始めていきましょう。では、スライドを出していきますよ。えー、と今日は 発音マスターです。発音マスターで今日やるのは D ノート。D ノートをやっていきます。A、B、C まではね、すでにやりましたね。えー、それね、あの見たい方はどうぞあのご覧ください。下にね、概要を貼っておき概要欄にね、URL を貼っておきますね。A、B、C の音ね。今日は D ノートです。で D ノートというのは、 比較的日本語に近い音が多いんですねで。全く同じではないんですが、かなり近いです。ちょっとねあの、どういうふうな下の動きになっているかを確認したいと思います。じゃあ、ホワイトボードを出して、イラストを描いていきましょう。ねえー、とじゃあホワイトボード、ホワイトボードホワイトボーを出します。えー、とね 皆さん、ダジズデドって言って、私ちょっと舌足らずなんですね。ダジズどうって言った時の、あの舌がね、どこに当たるかなっていうのをね、考えながらいきましょう。ね。えっ、ー、と、はい、ここ、お目目も書いて、お顔さん登場です。ね。えー、ダジズどうって言ったときは、だ、だ、だいたいね、ここら辺に、 下がね当たってると思うんですよね。で、ここが日本語のダディッごめんなさい。えっ、ー、と、カタカナひらがな変化にします。だ,だねだで、そして、ここにだだだ。で、英語のドあのダイヤモンドとかっていうときですね。ダイヤモンド。 あと「day」とかって言った時はじゃあどこに下が当たるのかなって考えると英語のね場合はあのもうほんのちょっと前、ね、ここに「d いが当たるんですで下の形を考えてみるとちょっとねあの下先がとがるんですね あの一,瞬一瞬くっついて鼻出るんですよ、うん。で、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 だ、ーズで、どうのときは、ところが、あの,下のね、形もね、また変わっていて、あのだ,だ,だ、だ、だって言ったときはね、舌先ではなくてですね、結構ね、下の、なんていうのかな、下の形がこ,こ,こんな形になって当たってるんですよ。 だ、だ、だ。ね、えでも、この日本語のね、だは、とっても実は英語で、発音でも大事でね、あの英語の場合は、死因の後にね、死因が続く場合がありますね。で、例えばド、ね、ドリーム。ドリーム comes to のドリームですよ。夢は来るんだって。本当に来るんだね。ドリームって言った時の、 は日本語と同じ場所になるんです。うん、ただ、その D と言った後に、すぐね、下がくるーんと。この後ね、下が Dream の時は、るって言ったとこう、下がくるーんとなる、えー。これが R なんですね。Dream、うん、です。えー、っとね、じゃあ、 皆さん、まずもう一回、だ、だって言ってみて、だ、言いましただ、で、ABCD の D と言ってみましょう。D、D、だ、D。ちょっと、下の当たる位置が微妙に違うの分かりましたでしょうか、ねえー、これが、あの、微妙な違いなんです。 でもね、非常に今までの音と違ってね、あの違いがかなり微妙なんですね。えー、でもね、この微妙なところをマスターするとうまくいきます。えー、ではですね、まず後ろに R が来ない音とかやっていきましょうね,はいね。R が来ない音を先にやりますね。 春が来ないことですよ、えー、とまずね、1日2日3日という、day ですね。いきましょう。repeat after me, please.day.day. Day. それから、あの危険という意味ですね。danger.danger. Danger. それから、今日のサムネイルの表紙でも登場しました。dark.dark.dark. ね、そして、減らすという意味です。Decrease, decrease.D, D, D.D, D, 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 D.D, D.D, D.D.Dock じゃなくて Dog.、ね、日本語で Dog って言ってみて、Dog. それから英語の Dug, Dog. で微妙に当たる位置と下の形が違ってきます。そしてね、さっきかつあの説明した、その次の D の後に、ね、すぐ R が来る音ですね、うん。で、死因の後の死因の音。ドドでこれは皆さんね、ダジズデドのダを、アを言わないで、準備だけ。でそこから下を丸めます。 これで言えます。もう完璧。Okay. Repeat after me, please. Okay. 続けてください、えー。運転するという意味ですよ。ドライブ。ドライブ。ね、車のドライブと同じ。ドライブですね。えー、そうから夢ですね。ドリドリドリーム。Okay. ドリドリドリーム。ね。 だ、えー、ジズでどのだの最初の準備からアートですねそれからあのしずくですねあのしずく落ちるね。ドラップドラップ OK ではリノとねもう一度いってみましょうルピートファミックですデイデインジェルダーグ decrease, ある、次にあるが続く音ですよ。drive, dream, drop. どうですかできましたかはい。えー、リーノートはね、なんとこれだけ。うん。えーとまあ、こういう時もあるんですね。でも、微妙な違いをね理解してみましょう。はい。では、次に今日の歌に行きたいと思います。はい。 今日の音はね、あの nó, ローローローやボート。Raw, raw, 聞いたことありますかそう、ローローローやボートっていう歌です、えー。これはね、ボートを漕ごう。ローローローやボート。ね、最初。Okay, repeat after me, please. ローがねあー、ごめんなさいね。ローがあの、漕ぐという意ボートを漕ぐという意ですね。あなたのボートを漕ぎましょう。ね、続けてください。

down the street ではリズムに乗っていきましょう gentry down the street and more gentry down the street そして次が merry 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 これはね陽気にとか明るくとかっていうんですよ、えー、続けてくださいね merry merry こアールとエルでしょ。だからメールってやったと。と思ったら次にエルの音で、ね、前歯の裏に、下をね、グッと移動させますよ。メラルル、メラルル、メラル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 じゃあリズムに乗っていきましょう。メラル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 。 Life a dream.、えー、人生は夢にすぎない。あれバッテって逆説じゃなかったっけこれ皆さん受験英語ですよ、覚えてますかバッテの意味の中にオンリーの意味があるんですね。何々だけっていう。これはあの まあ文語辞書にね辞書なんか調べると文語って出ています、えー、なんだけどまあこういうね動揺なんかにも出てきますねねこれ見た時まあ私も結構大人になってからこの歌詞を知ったんですけれどもこれ知っておけば結構ね受験英語も簡単にいけたんじゃないかなって思いました、えー、じゃあねここ行きましょう Life is but a dream.Life OK、Life、is repeat after me.Life is but a dream.Life is but a dream.Life、ね、ここをくっつきますよ、Life、is but a dream.、はい、もうちょっと早く行きましょう。Life is but a dream. OK? じゃあね、ゆっくりいきます。ね、小節ずつ読みますので、続けてくださいね。Row, row, row your boat.Gently down the stream.Merrery, merrery, merrery, merrery.Life did but the dream. let okay. let's sing together. One, two, three, go. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. But more. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. どうでしたか ?OK! 今日は簡単でしたね。OK!Today's、okay. lesson is over!、はい、ではまたすぐにあげましょう !See you soon!Oh!Yes!NEXT OUR l e s s o n ね。a b o u t n e x t OUR LESSON!、えー、次のレッスンについてです、えー。次のレッスンではですね、またスキットをやります。で、スキットで何をするかというと、なんと。 ホテルに入ったら、自分の部屋でくつろごうと思ったら、バスルームの電気が切れちゃった。どうしましょうトラブルシューティングです、ねえー。バスルームの電気を交換してもらいましょう。OK?Today's、okay. lesson is over.So, see you next time. この動画がいいなと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いしますね。